はい、皆さんこんにちは。ATF バスケットボールスクールの山崎です。今回の動画をちょっと紹介する前になんですけれども、今回はね、なんともう少しでちょっと2万人いきそうなので、視聴者の方々に、もしよろしければ、もしいらなかったらもういらねえわってコメント欄に書いてくれればいいんですけれども、ちょっとうちで作っているT シャツですね、の方をちょっと、プレゼントしようかなと思っております。はい。で、その T シャツなんですけれども、コメントをちょっとしてくれた人にしようかなと思ってます。コメント新着順ってやつですね。はい。2人ほど、2万人ということで、2人。で、ちょっとまた、いつの動画、何時に上げますっていうのだけもう予告しておいて、で、一番最初にコメントしてくれた2人の方に、プレゼントしようかなと思っておりますので、はい。もしよろしければね、そんなんいらねえわって言われたらもうドンマイです。はい、ちょっといいかなと思います。で、とりあえずちょっと皆さん分かりますかね、 T シャツどんなやつか。三角のマークが白色のやつと、あとは三角のマークがカラーのやつ、黄色と青のやつがあります。はい、その2色になりますので、またサイズ等は話し合いをしてからっていう形になりますね。はい。で、一番最初、2番目にコメントしてくれた人に、一番最初にコメントしてくれた人に、どっちの色か選んでいただいて、で、2番目にコメントしてくれた人は、もう片方の色という形で すいません あまりもみたいになっちゃうんですけれども、はい、よろしくお願いします。そういう形でね、やっていこうと思っております。はい。で、今回なんですけれども、まだ依頼動画なんですけれども、NBA のジョン・ウォール選手。はい。ジョン・ウォール。すいません。僕はもう動画でちらりと見ただけなんですけれども、はい。なんせ NBA は全然見ないので、はい、ジョン・ウォール選手のシザークロスオーバー、っていうのをちょっと紹介していこうと思います。皆さんご存知、普通のクロスオーバーっていうのは、こう横から横にこう振るクロスオーバーですよね。これが普通のクロスオーバーなんですけれども、シザークロスオーバーっていうのは、少しこう横向きになった状態からこっちにクロスオーバーを、進行方向に体を少しね、横向きに向けてからやる動きなんですけれども、ちょっとこちらの方をね、どうやったらできるのかなと自分なりに、考えた結果、おそらくこういう技術が必要だろうということがありましたので、ちょっとそちらの方を紹介しようと思います。はい。じゃあまずはステップ1からですね。ちょっと僕はすいません、クロスオーバーは左手から右手にするのが好きなので、こっちサイドでやらせてもらいます。はい。で、まずちょっと最初にできてほしいのが、普通に、自分の攻めるゴールに対して、まずは僕の場合は右肩を向けます。はい。で、この状態で1回ドリブルをついてクロスオーバーをするときみたいに、オープンスタンスになりましょう。で、このまま左手でプッシュパスができるかどうか、ちょっとやってみてください。はい。で、本来こっちにやるんですけれども、すみません、ちょっと今こっちにやりますね。はい。取り行くのも面倒くさいんで。はい。これがまず一つフェイントになるのかなと。はい。まずこれができないとダメかなと思います。はい。で、それができるようになると、次は少しだけ後ろに、ドリブル中にボールミートをしてください。ドリブル中にボールミートですね。こういう動きですね。ドーンと左足で1回ついて、左足と同時に1回ついて、ゼロステップの間に1、2と踏む。こういうミートですね。わかりますか？はい。左足オープンスタンスからこの動き、このドライブができないと、ちょっと次の動きにつながらないかなと思います。はい。で、このパスができる、そのままオープンスタンスでこっちにドライブができるっていうところまで来れば、もうあとは簡単です。はい。僕のクロスオーバーの動画を見ていただければいいんですけれども、クロスオーバーをするときに、上、上、下、横、横っていうのがクロスオーバーだよって。よくあるのが、空中まで上がった最高地点でクロスオーバーをして、足が全然地面から離れてるときに蹴ろうとしても動けませんので、ポイントは1回しゃがみ込むまで待つ。で、このしゃがみ込んだタイミングで横にクロスオーバーをする。はい。っていうことですね。はい。ですので、基本的には
このジョン・ウォールのシザークロスオーバーっていうのは、クロスオーバーしか来ないって分かってると止められちゃうんですよ。こっちでこういうクロスオーバーしか来ないなっていうのが分かってれば止められちゃいます。簡単に止められます。はい、よくこれしかしてこないやついたんですよ、僕の大学で。で、めちゃ楽勝に止めれてました。もう毎回もらおうと思えばチャージング取れるぐらい。もうただこけた時にそいつ重かったんでめんどくさいんでやりませんでしたけど、まあでも実際これでオープンスタンスの方に攻めれるドリブルがあったりすると、これはやっぱり怖いです。だからそのフェイントを少し匂わせておいて、こういう動きがあるかもよって、でディフェンスをこっちに寄らせた時に初めてこのシザークロスオーバーが使えるのかなと思います。ジョン・ウォールなんですけれども、シザークロスオーバーをした後もすぐに切り替えたりとかもできるプレイヤーのようですので、まあ、クロスオーバー自体は大技なんですけれども、その大技をやった後に、まあ、すぐスピンであったりだとか、まあ、一番簡単なのはフロントチェンジかなと思います。だからそのフロントチェンジでしっかりとコースを変えたり、まあ、できるんだったらインサイドアウト、でも ATF ではね、インサイドアウトを超おすすめしてますんで。入らない。で、できるんでしたら、インサイドアウト、 ATF ではインサイドアウトめちゃめちゃ押していきます。ここからこっちにパスするのか、ドライブ行くのか、それともシザースかってこう迷わしておいて、シザースに行って止められたからもう一回インサイドアウトとか、まあ、こういうイメージかなと思います。じゃあ、まあちょっとね、こちらの方でちょっとやってみますので、まあ、角度の変えながら何回か撮ってみようと思います。じゃあちょっとやってみますね。こっちへ行くっていうこの普通のドライブを匂わせておいて、レイアップ。ちょっと急に体動かすときついですね。こっちに行くぞ、こっちにパス出すぞ。いやー、マジか。すいません、距離が合わんかった。一緒ですね。一回こっちに振る、もしくはこっちにパスを出す、ドライブをするっていうのを匂わせておいて、一気にクロスオーバーです。いかがだったでしょうか。ちょっと今回 NBA 選手のジョン・ウォール、の、シザークロスオーバーっていうのをちょっと紹介しました。まあ、普通のクロスオーバーができるようになると、これただ横向きにやるだけなので結構簡単にできるかなと思います。たださっきも言ったんですけれども、それだけになるとやっぱり良くないです。それだけやるんだったら、もうやっぱりその影がちらつくんですよね。あ、これは多分シザークロスオーバーだろうな。で、その影がちらつくと、逆に今度もうシザークロスオーバーせずにそのまま向こうに行った方が良かったりします。ので、こう相手がどっちを待ってるかなっていうのを予想するっていうのも一つありです。大技はやっぱり大きい巻き絵になるんですよ。それを見てディフェンスはその影を追っかけてディフェンスをしたりだとかっていうことが実際ありますので、まあ、ちょっとね、もしそういうのを 1,2 回やってみて、このまま1回例えばですよ。このままこっちにクロスオーバーするふりして、で、ステップバックで3打つとか、まあ、そういうのも全然ありかなと思います。ですので、まあ、ちょっとね、実際何が正解なのかっていうのは、ちょっと正直ディフェンスによって変わると思います。まあ、だからいろんな技を練習してくれればいいかなと思うんですけれども、まあ、一応今回はシザークロスオーバーちょっと紹介させていただきました。ということで、今回の依頼動画を終わりたいと思います。この動画が参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。